こちらの方が、塚本さんといいまして、この、この京都の練習会を仕切っている方ですね。みんな勝手に仕切ってもらっただけで、これを見ている方はおそらくそれ以前の今日 の練習会の紹介動画も見た後に見てらっしゃるんかなと思います。そうですね、雰囲気としては非常にフランクな感じで、よく言えばフレンドリー、悪く言えばダラダラとした練習会なので、なるほど、気軽に来ていただければと思いますので、山中社長もしげく通っていただいているので、もしよろしければまた山中社長に引き継いで関東からも来ていただける方が、でもやっぱあれですよね、地元の方が増えるといいですよね。そうですね、やっぱりね、関西勢っていうのはどうしても勢力的に弱いんで、そんな勢力ってものはあるんですかね、今のあれを見てしまってる、なるほど、なるほど。そんなのもあるんで、たまに関西にやっと、根付きにこれから根付いていくぞっていうような、状態なんで、練習できる拠点って、今、ここにもここしかないんで、西日本では、可能で近畿地区ではね。できる限りふるって参加いただければと思います。なるほど。基本的には毎月第1土曜日、第2土曜日、第2土曜日ですよね。ただ、年末年始なんかはその時の状況を見ながら調整という格好になるんですけど、基本的には第2土曜日から毎回やってる。時間が、9時ぐらいからスタートで、一応5時ぐらい、そうですよね、掃除も含めても5時ぐらい、そんな感じでやってますんで、で終わってからちゃんと打ち上げと、打ち上げがあるね、そこも大事ですもんね。それが大事です。4種目目ってなるほど。グループやって、プレートやって、シルエットやって、飲むと。そうですね。今度は3月9日に公式練習がありますよね。はい、で、3月9日の公式ですけども、3月8日、第2土曜日になりますんで、前日直前練習会を。なるほど、素晴らしいですよね。関東から遠征される方も、もちろん事前にね、前乗りしていただける方は練習会参加いただければと思いますので、試合と同じ状況で練習ができるということですもんね。その設備そのまま、一部は通常の設備にすげ替えますけども、基本的な環境は何も変わらん中で、なるほど、一日練習してもらいますんで、時間設定とは同じですから、週末練習可能になっておりますんで、はい、フルってご参加の方が、そうですね、と PR しております、よろしくお願いいたします。本当にあれですね、もう近く、お近くの人にちょっとぐらっと見学だけでも来てもらってもらえるといいですね。予備銃も一応置いてるんでね、なるほど、たまに身一つで来ていただければ、とりあえず体験してもらおうかなと思います。わかりました。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。どうもです。